ずそのお金になって帰ってくるよ。元本総崩れ必死ですから。これは自分の年頃だった女性を公明党の議員さんの奥様、池ちゃんの仲が良かった女性みたいな、この市民団体のリーダー的な人の腕をね、はい、切り落としたりとか、それと死んじゃったんですけど、はいはいはい、どうもこんにちは、ダニエルです。今日はですね、お笑い芸人であり西東京市議会議員の永井さんにお越しいただきました。間違いない、間違いないですね、はい。今日は、まあ、総合科学会と、まあ、お金とか献金とか、うん、まあ、今統一教会の高額献金とか、はいはい、いろいろ、まあ、メディアとかでもあると思うんですけど、総合科学会ってどうなってるのっていうところをですね、うん、いろいろお聞きできればなと、はいはい、思います。まずなんですけど、総合科学会の献金ってなんかどういうシステムなんですか？例えばなんか毎月はこの収入の人はこのぐらい寄付しましょうとか、毎月いくら寄付しましょうとか、ノルマとか、なんかどういうシステムになってるの？例えば毎月やりたければできないことないんですけど、創価学会の場合はやっぱり決まったタームっていうか、期間に一気にやるっていうパターンが多いんですよ。それはね、財務っていう交付基金っていうんですけども、うん、要はお布施です。でそれが11月から12月の半ば、15日ぐらいまでの期間に一斉にやりましょうっていうのが恒例です。年の瀬に一気にお金を出そうっていう流れがありまして、一口1万円からって設定なんですよ。はいはい、1万円から、うん、1万円から、まあまあ、はい、1万円以上じゃないと一応受け付けませんということになってまして、はい、平会員っていうか、要は役職、要職、責任職についてない人はいくら出してとか、周りから出させようとかっていうノルマは基本的にはないことになってます。ただ、まあ、支部長とか、その要は本部長とか、ちょっとその上の方の責任職になってくると、営業部長でもどこでもあるんだけど、上からノルマじゃなくて自分で目標を決めようよっていうやり方です。だから自分で今回の財務お布施期間はどれぐらい、何口で、要は何口いったら一口1万だから、うん、まあそれ10口だったら10万なんですけど、何万集めようっていうようなのを目標を設定させられる感じです。だから支部長とかある程度のポジションになってくると、お布施の時期になると、例えば山口支部だったら200万は出したいねとか、やっぱ前年比とやっぱり比較して、今年は前年比以上だったり、前年比は絶対っていう目標になりやすいです。その目標を設定させられて、でそのノルマを達成するためにやる。でいろんなその下にいる会員の人たちに、財務の戦いっていうんですけど、なんで戦いなのかよく分かんないんだけど、財務の戦い頑張ろうよって、功徳があるからねっていう、功徳ってご利益なんですけど、はいはい、それを煽るんですよね。政教新聞界隈だと、献金をしたらこんな病気が治ったとか、うん、家庭不和が治ったとか、体験系の話が割と出てくるんです、政教新聞で。で煽り出すんですよ、はいはいはい、どの財務の期間お金を出したらそれが自分の幸せに返ってくるよっていうような話。あとはまあ他でも言ってんですけど、結局毎年毎年節目の年っていうことになっちゃいまして、うん、これは毎日がスペシャル理論と私勝手に呼んでんだけど毎年必ずね、今年はすごいっていう話になるんですよなるほど、今年お布施すると相当リターンが返ってくるっていうようなまあ ないんだけど、必ず周年イベントですね、簡単に言うと、うんうんうん、キャバクラとかホストと同じですよ、うんうん、キャバ嬢が毎月誕生日あるようなもんで創価学会も毎年になると必ず、あの池田大作先生がなんと創価学会に進行を始めてから70年みたいな、あこれ70年のこのね節目の年必ず節目って言うんですよなるほど、毎年節目の年、うん、それをなんか見つけてくるんですよ節目の年だから、これはもうカルマも、うん、まあ要は落ちるみたいなことを言うんですよ、うんうん、今までの悪い宿命カルマも変わって人生がいい方向に行く、うん、この財務っていうのは宗教的な自分のその罪みたいなものも消えやすくなるよみたいなことを煽るんで、うんうん、でプラスその池田が70年とか先代とまあ出会ってから、なんか戸田情勢と出会ってから75年とかねなんか大体キリのいいところをやるんですよ確かに5年10年っていうスパンだったら、うん、そうそう、毎年何か節目取れそうですね。そうそうなんです、そうなんです。でそれで献金するとすごい、まあ、それ宇宙銀行って言うんですけど、宇宙銀行、うん、これも勝手に作られちゃった創価学会の中のルフしてる話で、はい、宇宙銀行ってのはねすごい銀行なのよっていうわけわかんない説明が出てきて、でそこに預けるともう
リターンが倍、3倍になって返ってくるのよ。だって宇宙銀行なんだからというメガバンクを通り越したテラバンクをですね煽り出し、もう完全に貸金業法違反、種子法違反なんですけども、はい、必ずその倍になって返ってくるよと言ってるんですが、元本総崩れ必死ですから必ず崩れますから、っていうのを煽って、要はあとは自分だけじゃなくて周りの同じぐらいの会員だったり先輩だったり親だったり、そういう人から、いろんな人からお布施やろうやろうやろうっていう話にしていくんで、うん、そのお布施をしないっていうのがね、学会の中でみんな給食でさ食べてんだからさ、なんで食べないのみたいな、あ、なるほどな、そういう同調圧力になっちゃうんですよ。あ、じゃあもうしないっていう選択肢はまあないんです。ないですね。あ、うん、どれぐらいするんですか。例えばじゃあ年収800万ぐらいのサラリーマンの家計だったら、はい、その財務の時にどれぐらい平均的に、これが結局平会員だとそこまで来なかったりするんですよ、うん、あの要は800万でもまあ今年10万円とかね、うん、20万円ぐらいでっていうような話、まあそれでも高かったりしますけど、はいはい、これが責任職、要職についてると10万20万っていうのはありえなくなってくるわけですよ。だから目標が決まってるから、はい、ネットワークビジネスみたいなもんですよ。ほら、うん、ポイントが上がらないと、うん、そのね、バイナリーオプションがなんかお金になんねえとかなんかあるじゃないですか、うん、あれと一緒で、結局都合よく同じその支部内でお金を出してくれる人がいればいいんだけど、そうじゃないとやっぱり自腹切っていったりして、支部の中で300万だ400万だっていう目標を達成しなきゃいけないから、だから800万ぐらいだったらやっぱり都一、あのやっぱり80万ぐらいは出していかないと、要職についてる人はやっぱりこう示しがつかないっていう感じになっていくんですよね。なるほどなるほど。創価学会の方はその財務11月12月のところに向けて、はい、うん、コツコツ1年間貯めてみたいな、そんな感じなんですか。うん、まあそうですね、年末は財務が来るってターンは分かってるんで、はい、基本的になりやすいです、うん、でね、あと面白いことに西東京はね、あの年末に選挙ありましたけど、大きな国政選挙とか年末にやることないじゃないですか、うん、財務があるからですよ。おお、なるほど、創価学会の財務があるから選挙期間すらもそこに忖度して、はい、そうですそうです。だから聞いたことないと思うんですよね。あの冬の時期に大きな参院とか衆議院あんまりやんないでしょ、うん、創価学会としてはそこが集金タームなんで、はい、そこに選挙ぶつけられちゃうと混戦しちゃうんですよね、うん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 、財務だけしっかりやらせてくれっていうのがあるので、そういうので国さえも動かしてるってい う、 いやすごいですね。とんでもない話ですけど、ね、はい、今までなんか例えば目の前とか、うん、その総額かねで財務で一人一番高額とかだとどのぐらい献金するんですか。あれなんですよね、あともう一個そう言い忘れたんだけど、この献金は高額献金した人の活動発表、体験発表っていうのもさせるんですよ。お、結構芸能人の方とかで高額献金した人の体験発表っていうのがやっぱり創価学会会内で流れるんですね、うんうん、まあやっぱり有名芸能人なんかの財務でね、今年はね1000万以上やったっていうような話があると、なんかそういうスピーチとかの動画だったり聞いた話とかやっぱりルフしますね。ああなるほど、うん、だから一般人で富豪の人でお金給付したっていう話もまあまあもちろん出て、だそれはもちろんあと資産家の人だったりしたら奥いとかねいるでしょう、うんうん、でもやっぱりある程度有名人がいくらしたっていうようなことを言うところはありますね。そのぐらいやっぱやると知名度じゃないですけど、学会内でもこうあの人はいくらでしたみたいなのは結構話題になる、話題にするというか、例えばよくあるのはそういう、ね、芸能人で献金したっていう1000万、まあ、4桁の戦いやったっていうことになると、だからあの人でテレビも出てるしずっとね、まあ、そういうご利益があって成功してんのよ、もう本当に不自由の方は思うんで。あ、なるほどなるほど。だから社会的な成功者でも特にあの人前に出るような人は、うん、あの献金の額を発表させられる感じですね。だからまあ集金システムの、うん、まあ一つのアナウンス効果になっちゃってるところはありますね、うんうん、あ、なるほど、うん、分かりました。ちなみにあの池田大作さんの年収とか幹部の年収とかってどのぐらいなんですか、うん、額で言う。大作先生は隠居してからは多分あんまり稼いでないと思いますけど、それまではもちろん億は
言っている感じだったり、うん、印税、はい、本とか随筆とか、うん、あのそれ系の出版物の方が一応入ったっていう体になってるんで、はい、やっぱり基本的には1億2億は絶対っていう設定ですね、うん、ただあの池ちゃんの場合はね、まあ、その創価学会で使ってるお金なのか池田本人なのかっていうこのところの会計がかなりこうずさんだったんですよ。出作先生って基本的にはあのそれが毎晩だったらじゃあどうなんだっていう話なんで、うん、相当お金は使ってますね。ああなるほど、はい、そういうじゃあ池田内作さんのそういう例えば女関係とかも結構払ってやってる感じなんですか？これはあくまでも噂ですから、まあ一応ね、まあただ実際に女の人と絡んでったっていうようなのを裁判上もね割と明らかになったものもありますけど、うん、なんとなく言われているのは学会のそのお付きの人周りの女性とかと年頃になってるなってないみたいなね、うん、いう話は多いですね、うんうん、これは一説というかあれですけど配慮妻って言われてるんですけど、それは自分の年頃だった女性を国会議員のなる公明党の議員の嫁にもらえっていう感じでですね、うん、だから公明党の議員さんの奥さんがなんかみんな池ちゃんのなんかちょっとそのあれなんか仲良かった女性みたいないうのがありました。ああなるほどなるほど、あとはやっぱり学会のその女性陣が秘書みたいにつくんだけどなぜか若い美人ばっかりが周りにいるっていう、ひろし君も言ってましたけど、はい、大川隆法先生もそういう傾向があったらしくて、うんうんうん、やっぱり出作先生もそう、やっぱりいわゆる教祖ってなるとみんなそうなっちゃうんですよね。なるほどなるほど。ちなみにあの幹部とかはその年収とかどれぐらい？幹部はいわゆる大手企業の役員並みです、うんうん、だからじゃあ数千万ぐらいとか数千万で本当の最高幹部になると、まあ、4000万5000万クラスって言われてますね。うん、分かりやすいのはやっぱ2000万ぐらいクラスの人たちっていうのはみんなね創価学会のかなり上層部の人なんですよ、うん、で上層部ってやっぱり創価学会の中の秘密というか秘匿というか漏れたらまずいような話もいろいろあるから、うん、そういう、まあ、一種口止め料です、うんうん、それだけのこう担保してるというかお金を払ってんだからまあ分かるよなというような感じでやっぱり高いですね、うん、なるほどなるほど、もちろんあの契約上も辞めてその学会のことを言った場合には罰金がっていうのもありますけどね、うんうん、あそんなのもあるんですね、うん、もちろんもちろん。あなるほど了解です。ちょっとそしたら創価学会といろんな事件とか勧誘とか、うんまあ、そこら辺の永井さんが見てきたものとかをちょっとお伺いしたいんですけども、はい、創価学会のその例えば勧誘とかそういうのってどんな感じで行われてるんですか？やり方というかいろいろあるんですけど、アームウェイとかがいわゆるネットワークビジネスやり方に近いところもあります。うんなんか鍋パーティーっていう、ね、はいはい、創価学会のメンバー中心のところに、まあ、鍋パーティー近い人とかを呼んだりとかもというもありますね。あとはやっぱり学会の場合はあのそういうセミナーとか売ってるん で、はい、でそういうところにちょっとした有識人とか芸能人とか呼んだりしてそこにこう勧誘セミナーをやってでそこからあの入信させるっていうやり方もありますし、うん、あとはね友達からあの徐々にねあの回遊っていうんですけど学会のどちらかっていったら友好的な人っていうのかな、はい、そういう人を作っていこうっていうような動きもあって、はい、そこからやっぱり徐々に学会であの信じていこうよっていうパターンもあるので、うん、あんまりねものすごい荒っぽいのは最近はなくなったって感じですね。なるほどなるほど。私がだから20歳前後の時はまだまだ荒っぽかったですけど、はい、今はなんとなくソフトに友達いなそうな人とか、はいはいはい、引き込んでみたいな、はいはいはい、のは多いですね。なんかそれってノルマとかあるんですか？一人一人、もちろん必ず目標は達成言われるから今年は一世帯って言うんですけど世帯って言うんですけど一世帯釈伏ってのは勧誘って意味なんですけど、うん、釈伏しようっていうようなあのやっぱり目標を立てられるんで、はい、今はなかなか入ってこないんでねもう一世帯やるだけでもすごいっていう話にはなってると思いますけど、うんうん、である程度の責任職になったらやっぱりよりね今年はやっぱりやろうとかっていうようなのを煽られるっていう感じですね、うんうん、なるほど。でなんかできないとやっぱり詰められるというかやっぱりこの信心が弱いんだよと、うん、献金とかもねやっぱりそういうところで出せないっていう要は境外って言うんですけど自分のステージが
上がってないというか、宿命っていうのはカルマがあるからね、あと池田大作大先生と呼吸が合ってないからとかね、なんかいろんなこと言ってくるんですけど、うんうん、だからダメなんだみたいな、うんうん、先生と呼吸を合わせてお題目を唱えなきゃダメなんだよみたいなこと言うんですけど、うん、その池田大作自体がほとんど今寝たきりになってるっていうことだから、うん、あ、そうなんですね、合わせてどうすんだみたいな話なんですけどね、はい、へえ、そういう感じなんですね、うん、なんかその創価学会でなんかこうやばい事件とかあったりするんですか、もみ消された事件とか、はいはいはい、やばかった事件とか、うん、なんかそういうのは昔創価学会ってそのまた日蓮召集と一緒だった時にね、富士宮市の方でね墓園事業を行うっていうのがあって、もともと農地だったところを墓園だから宗教のそのお墓を作るよっていう用地変更しなきゃいけないじゃないですか。でそれって結局行政にやっぱここを農地から変えなきゃいけませんよってのある程度やんなきゃいけない、政治的な力も必要になりますよね。でそういう時にね反対する市民団体もいるわけですよ。まあそりゃそうでしょう、うん、普通のところだったところにいきなり創価学会系のお墓が建ったら嫌だなと思うわけじゃないですか、はいはい、でそういう市民団体の方がいて、はい、でその市民団体の人を黙らせるために山口組のね後藤組長とかのあたりの人たちがそこの市民団体の集会室っていうかところにトラックで、まあ、突っ込んだとか、はい、その市民団体の一人の人のリーダー的な人の腕をね、はい、切り落としたりとか、はい、まあ、その人死んじゃったんですけど、はいはいはい、うん、っていうようなことを後藤組のね組長が今創価学会に頼まれてやったんだっていうようなことは今話してますから、それに関して創価学会はその後藤さんが言ってることに関しては訴えてないんですよ、はい、まあ、だから要は事実ってことですね、はいはいはい、山口組の元組員の後藤さんっていう方がそれを今暴露してるっていう、そうですそうです、はい、はばかりながらっていうあの本で、はい、昔の、ね、話を10回してるんですけど、はい、まあ、だからその時もなんでそんな急にでもおかしいなってあるわけじゃないですか、はい、学会のことを反対してたら急にヤクザから狙われるってそのヤクザは関係ないのに、うん、っていうのがあったりとかしたんで、うんうんうん、でもそれをでも因果関係がやっぱり完全に取れてなかったんだけどその時の反社会勢力は我々だったんだっていうことを今、まあ、暴露というか言ってるので、うん、はいはいはい、だからそういうような自分たちの利権というかのためにはそういうようなあの反社会勢力を使うっていうようなこともあったんですね、うん、であとは盗聴事件って言って、はい、日本共産党のいわゆる宮本さんっていらっしゃるんですけれども、はい、まあ、まあ簡単に言うと委員長みたいな代表みたいなところに創価学会の実行部隊みたいな人がいてね、はい、盗聴してですねで中の内実を知ろうというようなことをしてたっていうのがあって、うん、それも裁判長明らかになったんですね、うん、あとはあの矢野純也さんっていう方が、はい、もともと公明党の、まあ、委員長だった人ですけど、はい、その人がやっぱり明らかにしているのは創価学会のその会計の書評というか財務書評っていうものに関して、はい、国税局からあの調査が入ったんだけど結局池田大作 の、 あの会計に関してね財務諸表に関しては国税局からの調査を要は突っぱね切ったんです。うーん、おかしいじゃないですか普通そのね、はいはい、あの一宗教団体のところ で、 で、はい、それを公明党の力を使って国税局の調査をやっぱりやめさせたっていうようなことがあってそれ以来創価学会ってあの国税局からの税務調査が全然入ってないんですよ。あ、そうなんですね。どういう感じでやめさせたんですか。乱脈経理っていう本を読んでいただければ全部事の顛末が書いてあるんですけどあの公明党のその要は議員の方が国税局の方々何度も何度も止めるようにっていうような話そこにはあの自民党の方々にも協力をいただいたっていうような記述もあったりしてそれで池田大作自体の財産に関しては触れさせなかったっていうことですね。なるほどなるほど、うん、それ以外はストーカー行為をしたりとかしたっていうところで創価学会がっていうのもあるし昔は選挙で替え玉事件かな他の人の選挙権を投票権使ってとかそういうような件もありますしだからまあいっぱいありますよ。なるほどなるほど、はい、ちなみに今選挙の話になりましたけどやっぱり選挙期間中とかはお知り合いにこう電話するみたいなのは結構やっぱ伝統なんですかね。もう皆さんルーティンになってるというか選挙だから電話もするしそこの選挙区に、まあ、他の全国から行くぞみたいな話になるのはもう昔からあります。うーん、まあこれ有名な話ですけど
F 取りっていうんですよ。プレンドの F なんですよ、はいはい、でそれで何秒取る何秒取るっていうような感じで、あの一説には大きな選挙があったらその F が3億票あるって言われてますからね。うん、まあだからほとんどの人は入れてないってことなんですけど、はい、人口を超えてるっていう。まあそれぐらい選挙のためには相当学会員が友達にこう頼むんですよね。まあ、それもご利益があるっていう設定なんで、うんうんうん、はい、じゃあ選挙でこう友達の票を集めたらご利益あるよみたいな、うん、そういう雰囲気というか通達はあるみたいな感じなんですか。表向きは出さないですよ、うん、オフィシャルには、うん、ただ現場レベルでのスピーチとか指導とかには方針って言うんですけど、これ方針の戦いだからねってやってったらね、またねここは最大のこう宿命転換、カルマが落ちるみたいな、そういうチャンスだから、うん、今ここで戦わないとダメだよっていうような煽りになるんですね、うんうんうん、それがやっぱり選挙の時には起きます。だから宗教的な活動と選挙っていうのはすごくつながってますね、うん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 、なんやかんや言って宗教施設、その創価学会の施設内でそこに選挙に出る議員が演説したりとかもしてますから、うん、だからこれはもう違反ですね。なるほどなるほど、はい、ということで創価学会とお金とか内部の裏側とか勧誘とか事件周りに関して今日はお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにやっぱ仏壇とかは結構高いんですか。あ、仏壇はね今はだいぶ安くなりました、はい、うん、いくらぐらいですか。今だと高くて400万500万ぐらいです、はいはいはい、バブルの時代って80年代後半とか90年ぐらいの時ってもっと値の張る仏壇が出回ってたんですよ。紫檀とか黒檀っていうんですけど、そういう素材がすごくこう高いやつ、はいはい、重いやつ、はい、であれなんかはやっぱり1000万クラスとか1000万クラスあるんで、じゃあそれも結構貴重な収入源みたいな。そうですね、学会の会館の近くに学会専用の仏壇屋ってあるんで、うん、ありますね。一応学会は売ってないってことにはなるってるんだけど、うん、まあ、だからパチンコ屋の TUC みたいなもんですよ。監禁所みたいなもんですよ。なるほどな。そこで買えよっていうことになってるんで、うんうんうん、今はやっぱりご時世柄ね、だいぶ値が下がった感じで売られてますけどね、うんうんうん、あとは仏壇に関しては日蓮召集ってさっき励ましたけど、そこと仲違いした時にそれまでは日蓮召集系の仏壇みんな使ってたんですよ、はいはいはい、だけど日蓮召集と仲違いしたから、はい、創価学会専用の仏壇にしろみたいな話があって、あ、結局そこでみんなブランドチェンジさせられてるんですよ、はいはいはい、この仏壇じゃダメだみたいな、はいはいはい、変わんねえだろって感じなんだけど、だそこでもやっぱり買ってますし、へ、結構だからね、そういう仏壇に関しては学会員ってバカだから、高い仏壇買うとこれが信仰の証なんだみたいなっていうところがあって、うんうんうん、バブルの時とかはこぞって1000万単位のやっぱり金がある人は買って、俺は信心ですごいんだ、創価ですごいんだっていうのをやってましたね。ああ、なるほどなるほど。まあ言ってもね、学会も長いし数も母数もいるし、うん、芸能界でもやっぱり人数いるからそこまで無茶させないっていうのはありますよね。うん、まあ、そうですよね。なんかめちゃめちゃゴリゴリやばいかと思いきや、まあ内実としては落ち着いてる感もありつつ、うん、そうですね。まあただでも、まあ、さっき挙げましたけど、そういう久本さんとかね、ああいう有名な人が何千万やりましたとかいうようなことが学会内で出回ると、献金してるから成功されてらっしゃるんだとかさ、アスリートとかもいらっしゃるじゃないですか、まあ、あとやっぱり今だとそういう、まあ、IT の資産家というか、そういう人がこれだけやったんだよ、すごいねっていう話になって、ね、うん、要は成功者みたいな、うん、ネットワークビジネスというと、うん、ああいう感じでアナウンスメントに使いますね、うん、なるほど。あ、ちなみに YouTube チャンネルはあります、ご自身。いや、私持ってないです。あ、なるほど、うん、編集とかちょっと面倒くさそう、うん、あんまり、まあ別に誰かに言われたら出りゃいいやって、うん、なるほど。演説とかしてると誰か来るんでそれ上げてっちゃうんで、確かに確かに、まあまあ、うん、それでいいんじゃないみたいな感じですね、うん、確かに確かに、うん。